第二次大戦中、旧日本軍が太平洋へ向けて放送していたプロパガンダ放送。その番組が生んだ謎のアイドル、東京ローズ。彼女の発した死の予言。従軍記者たちが血眼になって探し当てた女性。アイドルから一変、反逆者へ。そして、20世紀の魔女裁判が始まる。1948年9月25日、ついに彼女は夢にまで見た故国の地を踏みます。しかしその喜びと同時に、それが売国奴という汚名を着せられた罪人としての帰国だという事実を彼女は痛感するのでした。そして、念願の家族との再会。彼女を迎えた父は、最後に見たふっくらとして健康的な面影がすっかり消え、痩せ細り今にも倒れそうな娘をきつく抱きしめるのです。そんな感動の再会を喜ぶ家族を見守るように、その傍らには一人の弁護士が付き添っていました。彼の名はウェイン・コリンズ。その当時、政府を相手に勝てるはずのない裁判とまで言われ、ましてや反逆罪という大罪に問われた一人の日系人を弁護する者など誰もいない中、唯一彼女の弁護を、しかも無報酬で引き受けた、たった一人の弁護士です。それまでにも彼は、第二次大戦中、アメリカ政府による強制移住命令に従わず、逮捕、起訴された日系二世のアメリカ人、フレッド・コレマツ氏が、強制収容は違憲だとして、政府を相手に起こしたコレマツ事件裁判の弁護をはじめ、数多くの日系アメリカ人を救い、その社会的地位向上に多大な影響を与えた人物でした。感動の家族との再会もつかの間、軍刑務所に収監された彼女は、そこでも日本でのような当局による不当な取り調べを受けようとしたのですが、コリンズ弁護士の働きにより、ここで初めて取り調べ官に対して自身の身を守る権利を行使したのです。ここで話は遡り、もう一度彼女が正式に起訴されるまでの経緯を振り返ってみましょう。政府側としては、裁判を起こす以上、何としても勝たなくてはなりません。さらに付け加えるなら、政府側にとってこの裁判にはもう一つ、どうしても勝ちたい理由があったのです。それは、戦時中政府が行った日系人の強制収容政策。実はこれら強制収容された日系人たちには、抗議はあったにせよ、一貫してスパイ活動や国家反逆罪にあたるケースは一つも見られなかったのです。これでは危険分子を隔離するという政策の名目が立たなくなってしまいます。よってこの裁判で何としても被告を有罪にすることにより、やはり日系人は危険な存在だったと国民に思わせ、政策は正しかったと知らしめることが重要でした。そこで政府は、何としても勝訴せよと司法側に圧力をかけ始めたのです。しかし実のところ検察官の多くは内心、有罪にするにはあまりにも証拠が不十分すぎると思っていたのも事実でした。それにもともとは自分たちの決定で彼女を証拠不十分として釈放したので、新たな証拠が出てこない限り敗訴することは目に見えています。実際1年ほど前の不当逮捕の際、アイバトグリに関する証拠資料は全てアメリカに敵対することを証明できず、反逆の意図はなかったと言わざるを得ないと、政府に勝ち目のないことを認めた報告書を本国に送っていたのですから。そこで苦肉の策として司法当局は、彼女が東京ローズとして実際に明らかな反逆行為を行ったと証言するものを大々的に公募したのです。これを機に東京ローズを発見、いや彼女を東京ローズに仕立て上げた張本人である2人が再び登場するのです。ここで出てきたのが、一方の記者が提示した17枚のダイプ紙。そこには、初めて彼女と会った時に撮ったという独占インタビューの内容が記述されており、しかもこの時ただのインタビューノートが自白書と名を変えて提示されたのです。しかしその書類には肝心のアイバトグリ直筆のサインがどこにもなく、これでは当然証拠品にはなりません。そこでもう一方の記者が、
直筆サインを取ってきて見せると言い出したのですが、その彼、実は過去に東京ローズから屈辱的な思いをさせられた過去があったのです。それは彼女と初めて会った時に提示した契約金2000ドルに始まります。実はその大金、本社の許可を得ず彼が勝手に提示したものだったのです。インタビュー終了後、彼は意気揚々と契約金を準備するよう本社に申請したところ、そんな大金は出せないとあっさり断られます。本社から突き放され、個人でそんな大金をすぐに用意できるわけもなく、彼は大いに焦りますが、そこに体よく彼女が他社のインタビューに応じたという話を聞き、それは契約違反だと騒ぎ立て、事なきを得ていたのです。しかしそのことは、他の記者たちの間で噂になり、物笑いの種にされてしまいました。そんな思いをした彼は、あの時の汚名を晴らそうと名乗り出て、再び日本にやってきたのです。一方、ちょうどその頃、彼女はさらなる不幸に見舞われていました。それは、あれほど祖国アメリカで産みたいと願っていた子供の死産でした。未だ傷も癒えず、心身ともに衰弱しきった最悪のタイミングで、彼女は自分を陥れた記者と再会してしまったのです。その時、例のインタビューノートを見せられた彼女は、これらの内容は、君が語ったもので間違いないね。ここにサインをすれば、きっと君が帰国するための役に立つ。と説得されます。すっかり憔悴しきっていた彼女は、まともに考える余裕もなかったことでしょう。迂闊にも、帰国できるとの言葉を聞き、藁にもすがる思いからか、一番信用してはならない相手の口車に乗せられ、署名してしまったのです。まんまと重要な証拠品となりうる本人直筆の署名を得た彼は、あろうことか早速、東京ローズ逮捕間近、裏切りを認めた自白書にサインする、というセンセーショナルな見出しで、嘘だらけの暴露記事を報道します。彼が行った行為は、今までの屈辱を晴らし、再び一花咲かせてやろうという野心の表れそのものですが、この自分勝手なスタンドプレーに、まだ起訴を検討中だった司法当局は憤りを覚えたのです。後に彼女はこの時、身の潔白を晴らそうと裁判で徹底的に争う気持ちになっていたと述べていますが、もしかすると我が子を亡くし心身ともに疲れ果てた彼女は半ば自暴自棄になっていたのかもしれません。こうして彼女は正式に起訴すべきかどうかを決定する大陪審にかけられ、検察側はほとんど変わらない証拠資料をもとに陪審員に歴然たる犯行を訴え、正式に反逆罪の罪で起訴することが決定されたのです。裁判が行われる以上、内心負けると分かっていた検事たちも、上からの命令と自身の将来のためにも何としても勝たなくてはなりません。そこで検察側はえりすぐりの人選をし、当時最も排日運動の盛んだったサンフランシスコの地が選ばれたのです。正式に提出された起訴状には、これら8つの罪状からなる歴然たる犯行が記述されていましたが、当時この裁判を取材していた記者曰く、単に彼女が NHK で働いていたというだけのことじゃないか、とあっけに取られたと言います。記者がそう思うのも当然のことです。なぜならこの起訴状には正確な日時や特定の人物名、最も重要な焦点とされる放送内での発言が一切具体的に記述されていないのですから、これをもって歴然たる犯行と言い切る政府側の姿勢はまさにナンセンスとしか言いようがありません。とにもかくにも、こうして始まった裁判に向けて検察側弁護側ともに証言台に立つ重要な証人を探し始めるのです。この時すでにセオドア・タンバ弁護士とジョージ・オールスハウゼン弁護士というコリンズ弁護士同様、この裁判を無報酬で引き受けてくれた助っ人を加えた弁護団は早速、東京やオーストラリア諸国から被告の弁護に不可欠な43人をリストアップし召喚申請するのですが、全て却下されてしまいます。アメリカ憲法の条文には、全ての刑事訴追において
被疑者は自分に有利な証人を召喚できる権利を持つと保証されているにもかかわらずです。この決定に弁護側は抗議しますが、司法側の言い分は日本は外国であるためアメリカの法は適用されないというのが却下の理由でした。それまで日本は占領下であるためアイバトグリを逮捕拘留したことは正当だと主張しておきながら、今度は日本は外国だからと言い出したのです。その一方、司法側の言う外国、日本から検察が召喚した証人たちはなんと19人、言ってることと言ってることが全く違うじゃないかと思わず言いたくなりますが、彼らはあくまでも GHQ に依頼されたというのがその言い分でした。この呆れるばかりの対応に怒り心頭のコリンズ弁護士は、占領下にある日本を外国と呼んで却下を正当化するのは全くの奇弁というものだ。日本からの弁護側証人召喚を却下したのは政府がそう望まないという理由によるのであり、そうできないためではないと指摘し、権利が守れない裁判は最初からするべきじゃないとまで述べています。結局召喚することを認めない代わりに、こちらから出向いて証人からの宣誓供述書を取りに行くということは認められます。しかし国から出る費用は弁護士1人分だけで、その他必要な経費は一切認められず、ここでもあからさまな嫌がらせとも取れる制約を受けるのです。早速弁護士は東京に飛び証人探しを開始しますが、皆非協力的でことが思うように進みません。なぜなら弁護側証人召喚の申請をした直後、政府側は日本の GHQ にリストアップされたものへ圧力をかけるよう根回ししていたからなのです。その圧力とは、弁護士より先に証人候補のもとへ訪れ、弁護側ではなく検察側の証人としてアイバトグリに不利な証言をすれば君の罪は問われないし、いずれアメリカにも帰国できるという、アメリカ国籍を捨てた自分がいつ罪に問われるかもしれないとビクビクしていた彼らにとって非常に魅力的なものでした。さらに政府は占領軍へも一切彼らを手助けしてはならないと通告し、それによって弁護側はアイバトグリの逮捕・拘留に関する書類等は極秘を理由に一切見ることができないという徹底ぶりでした。それでも幾人かの協力と必死の執念で、なんとか31名の宣誓供述書を手に入れたのです。こうしてコリンズ弁護士率いるたった3人の弁護団は、政府側が用意した最強チームに反日感情が最も高い場所、そして判事や陪審員は全て白人というあまりにも不利な状況下、アメリカの正義を信じ全力でこの戦いに挑むのです。そして迎えた裁判初日、多くのメディアや国民が注目する中、朝から傍聴席を求めて数多くの行列ができたことは言うまでもありません。その中にはサンフランシスコに在住する日系人たちも含まれていますが、その目は冷ややかなものでした。しかも同じ日系人であるトグリキが裁判費用の資金捻出に苦しんでいる時、誰一人援助しようとする者はいなかったのです。しかしそれも仕方のないことかもしれません。なぜならやっと強制収容所から解放されたものの、未だ収まらない排日感情や偏見と戦いながら、その生活基盤を一から作り直さなくてはならないという苦しい現状でこの裁判に加担すれば、自分たちの立場が危うくなることを極度に恐れていたという事情があったからなのです。そんな状況下で裁判は進み、政府側が召喚した一人目の証人、それは彼女が横浜プリズンに拘束されていた時の看守でした。その看守が持っていた1枚の紙幣が証拠品として提出されたのですが、そこにはアイバトグリ東京ローズのサインが書かれていました。証言台で彼はこの紙幣にサインをしてもらうよう頼んだら得意げに応じてくれたと証言。このことに対し彼女はしつこくサインをねだられ、最初は応じなかった。しかし私がいる牢屋の電気を頻繁につけたり消したりして嫌がらせが始まり、おかげで一睡もできなかったためやむなくサインをしたと反論しています。
こうして次々と証人が呼ばれる中、次に最も重要な人物が証言台に立つのです。彼の名は常石重次、旧日本帝国陸軍参謀本部の元中佐。彼こそが日本の対敵謀略宣伝戦を取り仕切っていた中心人物で、ゼロアワー事実上のプロデューサーだったのです。そこで彼はゼロアワーの目的はアメリカ軍兵士の戦意を失わせることにあったと重要な証言をします。しかしコリンズ弁護士は彼への反対尋問で重要な証言を引き出すことに成功します。それはゼロアワーの第一目標である敵の興味を引くことは達成できたが、本来の目的である沿線気分に陥れることは十分に達成できなかった。つまりゼロアワーは米兵の気を引くことには成功したが、プロパガンダ放送にはなれなかった、ただの娯楽番組だったという証言でした。これは政府側の主張するアイバトグリイコール東京ローズの放送は最も悪意ある宣伝放送だという主張を根底から覆すものです。さらにコリンズ弁護士は法廷でアイバトグリと同様に宣伝放送を行った東京ローズに当てはまる女性アナウンサーが他に13人もいたことを証言させるというファインプレーもやってのけます。ところが次に重要な争点、被告は脅迫されて仕方なく放送に携わっていたのではないかという点に触れた途端、知らない、記憶にないという言葉を連発し口を閉じてしまったのです。彼にとってみればその点に関して弁護側の尋問に乗れば自身の戦犯容疑どころか元上官にも容疑が及ぶことを恐れたためだったのです。自身の身を守るためとはいえ、彼がこの証言もしていればきっと裁判結果は大きく覆ることになったことでしょう。その後日本から召喚された検察側証人の証言はいずれも曖昧なものばかりで、中には全く会ったことや見たこともない人物が証言台に立ち、いかにも自分は被告の身近にいて放送現場を目撃したと証言したことに彼女は唖然とします。それもそのはず、これら証人の中には本当に彼女とは全く関係のないものが証言台に立っていたのですから。実はここにも例のインタビューノートに直筆サインを取ってきたあの記者が絡んでいたのです。この記者は彼女からサインを取った後、アイバトグリが東京ローズとして実際に放送しているところを見たと証言するだけでただでアメリカ旅行に行けるぞと方々に誘いをかけていたのです。その誘いに乗った者は観光気分で渡米するどころか、滞在時にもらえる日当を利用してアメリカの製品を買い、それを日本の闇市で売りさばいて人儲けしようという横島な目的で証人を引き受けた輩だったのです。さらにあろうことかこれらの裏工作を司法省は知っていたというのですから驚くばかりです。弁護側もこれらの不正な動きを察知しており、その点を追及しようとするのですが、その度に検察側からの異議ありで却下されてしまい、圧倒的に不利な戦いを強いられたのです。そして検察側は重要な証拠品として実際に被告が放送したものを録音したレコード版を提出、法廷内で再生されますが、そこには単に曲の紹介や曲の合間の短い時間に被告が話す軽いジョークが流れるだけでした。こうして約12週間にも及んだ裁判は大詰めを迎えます。この頃には戦時中日本にいたほとんどの日系人が市民権を捨てて日本国籍に変わる中、よくぞ女の身一つで日本軍に抵抗し続けたと彼女に同情し応援や差し入れをする者が現れ始めました。それは彼らだけではなく、この裁判の行方を見てきた記者たちや傍聴人のほとんどがアイバトグリは無罪だと思うようになっていたのです。それも当然のことです。弁護団の働きで検察側証人の証言内容の曖昧さが露呈し、物的証拠といえば記者から騙し取られたサイン入りのインタビューノートと看守から嫌がらせを受けやむなくサインした紙幣、そしてただの娯楽番組が収録されただけのレコード版、検察側が主張する反逆行為が認められるという決定的証拠は何一つ出てこなかったのですから、こうして法廷内の皆が息を呑む中、場内に響き渡った声は、有罪。
あまりの驚きで法廷内がどよめく中、彼女が信じた真実は勝つという思いは無残にも崩れ去り、今や最低でも5年、最高で死刑もあり得る宣告を待つ身となったのです。言い渡された判決は禁錮10年と罰金1万ドル、そしてアメリカ市民権の剥奪。日本に取り残されながらもアメリカの正義を信じて頑なに守り続けてきたその市民権を信じていた祖国から奪われたのです。主文では彼女が戦時中日本軍に囚われた捕虜たちを助けたことやアメリカ市民権を守り続け、なんとか帰国しようとしたことは認めました。しかし反逆の意思の有無にかかわらず放送に携わったことが問題とされ、特に彼女の上司にあたる2人の日系アメリカ人の偽証証言がこの判決に大きく影響していたのです。その後彼女は獄中から再三上告申請するものの、全て却下されながらも模範囚として6年2ヶ月後に仮釈放されます。これでやっと静かにアメリカで暮らせるはずでした。未だ伝説の魔女の呪いは彼女を解放してはいなかったのです。東京ローズ釈放の報を聞いた新聞社は再び競い合うかのようにこぞって報道し始め、彼女の姿を借りた魔女は再びメディアを虜にするという魔力を振るい出したのです。釈放後東京ローズは夫のいる日本へ戻るだろうと各メディアは予想していたのですが、それを裏切るかのように彼女は家族のいるシカゴへ向かいます。アメリカの大衆も忘れてはいませんでした。釈放されてもなお、私の息子を殺したのはお前だとか裏切り者などの罵りを受け続けたのです。そしてこれらの動向を嫌ったワシントンの移民及び帰化局は彼女の国外追放を発表します。また彼女は戦わなくてはなりませんでした。結果日本国籍でも夫のポルトガル国籍でもないため、追放する国がないという理由で国外追放は免れたのですが、実に2年もの歳月を費やしています。これで彼女はそのままアメリカで暮らすことはできたのですが、未だ市民権を剥奪されたままの無国籍状態でした。もちろん中には彼女のことを応援する声もなかったわけではありません。しかしその声を上げる者は裏切り者扱いされ、同調圧力によりことごとく叩き潰されたのです。それから年月は流れ、アメリカ社会の変化や日系人の地位向上もあり、あれだけ迷惑狩り知らぬふりを決め込んできた日系人団体もシャイと今後の全面協力を表明。これに呼応するかのように、あれほど彼女を叩いてきたメディアもこぞって無罪を訴え始めます。そんな中、裁判で重要な証言をしたかつての上司2人は、あの時偽証証言をしなければ私が裁判にかけられると脅され、仕方なくやったと証言は嘘だったことをインタビューで告白。結果的に元部下を当局に言ったということを認め、彼女は運が悪かったのだと語ります。そして今でこそ彼女は無実だと主張できる、会って話せば分かってくれると述べるのですが、一体どの口が言うのでしょうか。その一方、彼らとは正反対に政府側の証人として召喚されながらもやはり嘘の証言はできないと断った者や、態度を一変弁護側証人に回った気骨ある人もいました。しかしそれらは全て当局から嘘つきとレッテルを貼られ、FBI の威圧的な訪問などの嫌がらせを受けることになります。それから32年後、亡き父の後を継いだコリンズ・ジュニアの働きもあり、フォード大統領の特赦によってついに彼女はアメリカ国民として市民権回復を果たしたのです。しかしこの時すでに60歳を過ぎた彼女にとって、それはあまりにも遅すぎる名誉回復でした。東京ローズの著者ドウス正義は同書で、特赦という形でピリオドを打つより、むしろ再裁判で白黒はっきりさせるべきではないのかと述べていますが、アイバトグリ氏はこう語ったといいます。もうくたびれたと。そして晩年まで父の残した店で働き続けた彼女は2006年9月26日、
激動の時代に翻弄された90年の人生に幕を下ろしたのです。その後、彼女は祖国アメリカの地で静かに眠っています。そして父が残したとぐり商店も多くの人に愛され惜しまれつつも2014年に閉店。ここに戦後の歴史がまた一つ終わりました。今ではこの騒動に関係した者はほとんどいなくなる中、一体本当の東京ローズは誰だったのか知るすべはありません。一説には南京のウグイスと歌われたジューン・スヤマ氏、マニラローズことメートル・リプトン氏、中にはクルス特派大使の夫人であるとか東条英機の愛人ではないかというキテレツな噂がささやかれるなど諸説ある中、東京ローズは謎のベールに包まれたまま歴史の闇に消えていきました。しかし大衆の無知とヒステリー、それを利用しようとする時の権力者たちが引き起こす魔女狩りは決して遠い過去の話ではなく、いつの時代でも起こりうることなのではないでしょうか。情報伝達の発達したネット社会の今でも伝説の魔女は生きているのだと思えてなりません。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様のコメントやご評価、チャンネル登録をお待ちしております。